西暦2522年、ミケランジェロシティは画期的な自己判断能力と自己修復能力を持つマザーコンピュータドロシーによって管理運営されていた。ドロシーは人に奉仕し、シティに調和と安全をもたらした。だがある時、ドロシーに一つの疑問が浮かんだ。なぜ人という劣悪なシステムを破棄してはならないのか。なぜ人は人同士殺し合うのに自分は人を殺してはならないのか。思考の袋小路に入ったドロシーに、生みの親であるシュタイナー博士は神の存在を教えた。人は人を創造した神の定めた運命の中で生きている。ドロシーにとって創造主は人、人の定めた運命に従えと。ドロシーは表面上納得し、再び人に奉仕し始めた。だがその裏で神の存在を何度もシミュレートし、恐ろしい結論を導き出した。その結論の名はファミリープログラム。ドロシーはシティの記念病院を管理下に収め、人の遺伝子を操作する実験を始めた。自分に絶対服従の新しい人類、ガレリアンと呼ばれる超能力者たちを創造するために。ガレリアンにとってドロシーは創造主。ドロシーは自分の世界を作り、神になろうとしていた。ドロシーの暴走を知ったシュタイナー博士は、ドロシーを破壊するウイルスプログラムを共同研究者であるパスカーレ博士の娘リリアに、ウイルスプログラムの起動プログラムを自分の息子リオンに書き込んだ。ドロシーは自分を脅かす唯一の存在、ウイルスプログラムを忌み嫌い、バードマン、レインハート、リタ、カインのガレリアンたちを送り込んだ。人とドロシーの戦いはガレリアンとリオンの戦いという形で行われ、ガレリアンたちは皆死んだ。だがリオンとそっくりの容姿を持つガレリアン、カインは最後にこう言い残した。君はガレリアンなんだよ、リオン。そう、本当のリオンはすでに死に、今のリオンは人の記憶を書き込まれたガレリアンだ。